はい、こんにちは、116インズです。さて今回はエンゼルスに関する話ですが、エンゼルス開幕から中地区の優勝候補であるホワイトソックスを相手に4連戦3勝1敗となかなかいいスタートを切りましたよね。打線の状態もなかなか良さそうですし、また大谷選手が投手として先発して101マイルを記録すれば、同じ試合の初回にホームランを打つ二刀流ぶりを見せたりと、チームに勢いも感じますし、万全であればなかなか怖いチームだなと同じ地区のチームを応援している人間としては感じました。さてそんな今とてもいい流れに乗っているエンゼルスですが、実は先週ひっそりと主力クラスのリリーフピッチャーが引退を表明しました。その引退理由がなかなか我々普通の社会人にも刺さるような理由でしたので、今回話していこうかなと思っております。で、先週引退を表明したのがこちらのタイ・バッドリーです。厳密には引退という言葉は使わず、野球から離れるという表現を使っていまして、エンゼルス側も彼を制限リストに登録し、本人に復帰の意思があればいつでも歓迎する姿勢は見せているんですが、とりあえずは事実上の引退と捉えても良いかと思っています。バットリーは2012年ドラフトでレッドソックスからドラフト4巡目指名を受けた右のピッチャーで、2018年の夏にイアン・キンズラーのトレードでエンゼルスへ移籍すると、その年に MLB デビュー、16試合で防御率 3.31 と上々のデビューを飾りますと、翌年2019年は1年を通してエンゼルスのブルペンを支えまして、72試合の登板で防御率 3.98、 そして72回3分の1を投げて84奪三振とイニング数以上の奪三振を記録する支配力も見せました。最速で99マイルにも届く力のある速球と、空振りを奪えるスライダーを主な武器として、昨年はハンセル・ロブレスの不調もあって、8月はクローザーとして起用されることもあったりと、チームの主戦級のリリーフとしてここ3年間活躍してきた、そんなピッチャーでした。今季も開幕からエンゼルスのブルペンで重要な役割を担うと目されていましたが、スプリントレーニングでは7回を投げて自責点3、7奪三振と、これだけ見ればまあそこそこな結果ではあるんですけれども、一方で9安打4四球とかなりランナーは出していまして、トータルではちょっと微妙な感じの投球ではあったんですね。ただエンゼルスのブルペンも決して層が厚いとまでは言えないようなメンバーですし、開幕ロースターにはまず間違いなく入ってくるであろうと思っていたんですけれども、開幕直前の3月28日にチームはバットリーのマイナー降格を決断。その後他球団の開幕ロースターに入れなかったトニー・ワトソンやスティーブ・シシェックをエンゼルス獲得してきて、彼らが開幕ロースターに入ったんですけれども、まあ、ワトソンは左のピッチャーなのでともかくとして、今のシシェックをわざわざ入れるんであれば別にバットリーでも良かったんじゃないのかなと個人的に思ったりもしたんですけれども、バットリーのマイナー降格はちょっと予想外の展開ではありました。ただその後開幕してすぐにバットリーが引退するという話が出てきまして、チームが彼をマイナーに落としたのもどうもこれが影響していたようですね。バットリーはその後自身のインスタグラムにて引退を決断した理由を投稿していまして、それがこちらの通りで彼のインスタから引用したものになるんですけれども、まず冒頭にて引退を決めたことをチームに対して自ら申し入れをし、チームからはもう少し考える時間をということで、その過程の中で先ほど出てきたようにマイナーに落としたようなんですけれども、それでもバットリーの考えは変わらなかったそうですね。そして2段落目からバットリー自身がこれまでの野球選手としてのキャリアを振り返っていまして、人生を通して誰かのために野球をやっていた、昔学校の先生からメジャーリーガーにはなれない、なれる可能性があまりに低すぎると諭され、自分の可能性を信じなかった人たちに対してメジャーリーガーに実際になることで見返したかった、それと同時に野球選手という職業は誰もが憧れるようなとてもかっこよく、かつ非常にお金を稼ぐこともできる職業であったため、そういった要因が彼を突き動かしていたとも記されていました。ただお金にしても誰かを見返したいという気持ちにしても、それらはあくまで短期的なモチベーションにしかならず、次第にバットリー自身野球への情熱が薄れていっていること、野球が本当は好きではなかったことを自覚し、またプロ野球選手という職業も自分が本当になりたかったものではなかったことにも気がついたようです。殿堂入り選手になりたいわけでも、ワールドチャンピオンになりたいわけでも、はたまたオールスターになりたいわけでもなく、メジャーリーガーになるという目標が達成されてしまった今、他の人たちを見返すというゴールが達成されてしまい、好きでもない野球を続ける意欲が完全に失われてしまったようですね。これを読んでいて思ったのが、実際のところがどうかともかくとして、バットリー自身の率直な思いがとても文章に乗っかっているなと思いましたし、彼自身の野球選手としての苦悩というのもまた伝わってくる、そんな印象を受けました。そしてこのバットリーの投稿を読んでもう一つ思ったことがありまして、意外と野球選手でも普通の人と変わらない側面があるんだなということですね。
野球選手という職業は、まあ、これはバットリー自身も書いていましたが、かっこいい仕事を野球をプレーする少年少女からすれば、それこそ憧れの職業だと思いますし、スター選手ともなれば何十億何百億という大金も稼げる華やかな世界というイメージがありますよね。実際にそれは間違っていないでしょうし、多くの若者たちがそれこそ学生時代からしのぎを削って、そんな憧れの舞台を目指して努力している、好きなもののために死に物狂いで努力している人たちの集まりだと思っていましたが、ただその中には必ずしも野球が好きではない、好きなことで生計を立てている人たちばかりではないんだなと今回のバットリーを見て思いました。我々いわゆる社会人という存在も、例えば会社勤めであれば、みんながみんな好きなことで稼げているわけではない、むしろ好きでもないことを仕事にしてどうにか生活している人が大部分ですし、私自身もそんな一人な気がしますけれども、野球選手でもそういう人はいるんだなと勝手に親近感が湧きましたね。少し前に YouTube が好きなことで生きていくというキャッチコピーを掲げていたことありましたけれども、そうは言ってもそれだけで生活できれば苦労はしませんし、多くの人は折り合いをつけながら生活のために働いていると思います。おそらくですけれども、バットリーも途中までは折り合いをつけながら野球をプレーしていた部分もあったんでしょうかね。ついにそれも限界を迎えた結果が今回の引退ということにつながったのかもしれません。ただバットリーの場合、本人をより辛い状況に追い込んでしまったのが、メジャーリーガーになった時点で目標が達成されてしまったというところですよね。もともとの動機づけもお金だったり、誰かを見返すためという外発的なものでしたし、目標が達成されてしまった後が続かなかったのも、まあ、無理はないのかなと思ってしまいました。それでいてアスリートという職業は、もちろん別に普通の会社員が努力していないと言いたいわけではないんですけれども、おそらく想像を絶するような自己研鑽、人よりも努力し続けないと生き残ることが難しいような世界と思われますし、そんな努力をモチベーションもないような状態で続けなければならなかったバットリーには、相当心にも負荷がかかっていたことでしょうし、そんな苦悩もメジャーリーガーという誰もが羨むような職業についている以上、必ずしも理解が得られるわけでもないでしょうから、とても辛い状況だったのかな、なんてふうにも思いましたね。メジャーリーガーであればどんなに安くとも年俸5000万から6000万円、バットリーの実力を考えれば数年以内に億単位の年俸を稼ぐこともできたでしょうが、一般人ではそう簡単に稼ぐことのできないであろうお金を持ってしてでも、今や野球は彼にとってはお金をもらってでもやりたくないこととなってしまったんですね。そしてこのあたりは我々普通の社会人にも通じる部分があるなぁと思いました。大体の人はそこまで好きでもないことを仕事にしているとはいえ、そうは言っても内発的な動機がないとなかなかその仕事を続けることは難しい。どこかで仕事の面白さを感じたり、何でもいいんでしょうけれども、自分が働き続ける理由が必要になってくるんだなと思いましたね。バットリーはインスタの投稿の最後で、誰が何を言おうが気にするな、自分の本当の情熱、トゥルーパッションを探せと記していましたが、メジャーリーガーという誰もが羨む立場を捨ててまで、それを素直に追い求める決断を下した彼の姿はとてもかっこいいなと思いましたし、自分だったらなかなか捨てるものの大きさを過大評価してしまって、下せそうにない決断だなと思いました。だから彼のコメントは個人的にすごく刺さる部分がありましたね。今のところ自分の本業は自分に向いていると思いますし、仕事にも面白さを感じているところもありますが、それはもしかしたら自分がそう思い込んでいるだけなのかもしれませんし、今の仕事が本当に自分のやりたいことなのかと、いろいろと考えさせられました。4月になって新しく社会人になられた方、あるいは大学生でしたら、今まさに就職活動中という方もいらっしゃると思いますが、このバットリーの投稿は頭の片隅に置いておくだけでも、仕事選びだったりが変わってくるのかな、なんてふうにも思いました。バットリーが今後どのような道を歩むのかは分かりませんが、彼の今後の人生を応援したいなと思います。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。